皆さんお久しぶりです。ちょっと太ったヒロムです。今回はですね、よくあるコインマジック、まあこう握ったら消えて出てくるみたいなですね、まあこういう消えて出てくるっていうマジック、まあ、いわゆる渡したふりをするマジックもすごい不思議に見えて大人気のマジックだと思うんですけれども、今回は渡したふりではなくて完全に渡した状態からコインをですね反対の手に移動させるというマジックを解説していきたいと思います。やり方はまずコインを利き手の反対側の手のひらの上に置きます。そしてこの指の根元のですね、だいたい1センチぐらい開けたあたりの位置にコインがあるとやりやすいです。で、中心よりやや左に寄っている方がその後の動作個人的にはしやすいかなと思います。そして手を握りながらひっくり返すんですけれども、この時にですね、指先、この指の腹の部分ですね、ここをコインの真ん中あたりに当てながらひっくり返します。そうするとですね、こんな感じでコインが指の上に乗っている状態になりますので、そのまま自分の手前側の方にできるだけコインを持ってきて、こんな感じで挟むようにして持ちます。そうすることによってですね、こんな感じで自分の方にコインを手前に出した状態でコインを保持することができます。まあ割とこれぐらいの角度までは見えないんですけれども、まあちょっと角度つくとこの飛び出てるの見えてしまいますので、まあ気持ち角度をつけるようにすると飛び出てるコイン見にくいと思います。そしたら反対の手を近づけて、コインがあることをここにですね示しながらトントンとやるんですけれども、この時にですね、利き手の薬指と小指で指を刺しながら下にあるコインをこんな感じで挟みます。そしてそのまま手前の方に引きながら、こんな感じで手をひっくり返しながら密閉されていることを示すと、この間にですねコインをこんな感じで隠し持つことができます。これをですねスムーズに行えるようにまずは練習してみてください。僕個人的なやり方なんですけれども、まあ、トントンとやるときにコインを握るのもいいと思うんですけれども、こっちの手を近づけるときにですね、この近づけるときにこの小指と薬指でコインを回収しながら指を刺すようにすると、そのままねスムーズに裏表で示すことができるようになりますので、そっちの方もねぜひ練習してやってみてください。僕は個人的にこっちの方が綺麗に見えるかなと思っています。で、結構気をつけなくちゃいけないのは、この回収した時にですねコイン結構正面から見えやすいので、この回収したらですねできるだけこの隠し持っている手をですねこちら側を相手に見せるようにするといいかなと思います。あんまり極端にやる必要ないんですけれども、何気なく手を横にするようにするといいと思います。で、実演ではですね、見切れてる部分がちょっとテーブルになっていて、そのままねポトッと下に落として完全に消しているんですけれども、回収してそのまま隠し持っているコインをポトッと力を抜いて下に落として完全に証拠隠滅ですね。はい、そしてめちゃくちゃおすすめな見せ方がですね、他のテクニックと組み合わせることですね。例えば実演の2つ目なんかはまさにそうで、リテンションバニッシュっていうねマジックをやってコインを袖から何回か出しています。で、その後に最後ですね完全に握った状態でこの袖の方からコインを出して移動させるっていう組み合わせ方だったりとか、僕が以前解説したものだとこのフレンチドロップっていうね渡した振りを行ってこっちから移動してくるというものですね。これも 2,3 回やった後だとお客様もね、あれ本当はこれ握った振りしてんじゃないの、渡した振りしてんじゃないのって思われたところを最後に完全に握った状態でコインを回収して完全消失させると、もうねめちゃくちゃ不思議なマジックに見えます。フレンチドロップは以前解説してますので、知りたい方は概要欄の方かこの辺ねクリックしていただけると見ることができます。そして実演の2つ目のこのリテンションバニッシュと言われる、世界で一番消えたように見えると言われている方法ですね。こちらのやり方はですねまだ解説してませんので、やり方知りたい方はですねコメントの方で教えてくれって、ぜひコメントしてみてください。要望が多ければこのねリテンションバニッシュのやり方解説したいと思っていますので、ぜひ気軽にコメントお願いいたします。そして高評価をしていつでも見返せるようにしておいてください。それではチャンネル登録しておいて、次のヤバいマジックに備えて楽しみに待っていてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。